まずはキックオフ山梨です。明治安田生命 J2 リーグヴァンフォーレ甲府はおとといホームで大分相手に3対2の逆転勝利、7試合ぶりの白星を挙げました。6戦勝ちなしの苦しい状況が続くヴァンフォーレでしたが、前半15分クロスを頭で合わされ失点、29分にも追加点を許す苦しい立ち上がりに。すると前半終了時にはサポーターからもブーイングが飛び交います。この愛の鞭が効いた格好となり、後半に入ると流れは一転ヴァンフォーレに。7分松田のクロスに合わせたのは三平。チームとして実にホーム2ヶ月ぶりのゴールで反撃ののろしを上げます。リークがいいところまで上がってきてくれて、こぼれてくるかなっていう感じで、そしたらそこにこぼれてきたんで冷静に決めることができました。勢いに乗るヴァンフォーレは25分、三浦の鋭いクロスが相手のオウンゴールを誘い、ゲームを振り出しに戻します。そのわずか4分後には三平が絶妙なスルーパス、途中出場の宇高が抜け出しキーパーとの1対1を迎えるとファールを受け PK を獲得。しかし宇高のキックはキーパー正面、絶好機を逃しますが、37分、ペナルティーエリア内で三浦が倒され再び PK のチャンスを獲得。キッカーは長谷川。1回目宇高が自分に言ってきたんですけど、もう宇高に僕点取ってほしかったので、譲って、2回目は僕も決める自信はあるので自分からボール取りに行ってって感じでした。冷静にゴールに沈め、これが決勝点。7試合ぶりの勝利の喜びをサポーターたちと分かち合いました。皆さん あのハーフタイミングのブーイングの喝が僕たちの背中を押してくれたので、結果で返すと良かったですし、後半だけで3得点ですからね。久しぶりに小瀬劇場が楽しめましたね。見せてくれました、はい、この2点差をひっくり返しての大逆転は今シーズン初めてです、はい、この勝利をきっかけに、まずはこの昇格プレーオフ圏内を目指して頑張ってほしいところです、はい、では暫定の順位表です。ヴァンフォーレは勝ち点51となり、順位は一気に3つ上がって7位に。昇格の可能性を残すプレーオフ圏の6位とは勝ち点が並びました。次節は15日金曜、再びホームゲームです。4位の東京ヴェルディを迎え撃ちます。この昇格争いのライバルとの連戦が続いています。ここが正念場です。続いては目覚ましい活躍をした県内アスリートを称える山梨スポーツ記者会賞の受賞者が発表されました。個人賞は一人です。県出身者として17年ぶりにサッカー日本代表に選ばれた甲府市出身、川崎颯太選手です。川崎選手は、今回の受賞は山梨県の皆さんの支えがあったからです。これからも山梨県の方々に明るいニュースを届けられるよう頑張りますとコメントしています。